新年明けましておめでとうございます。岡山オンライン証券の竹尾力也です。えー、さて、2011年も幕開けとなりました。21世紀に入ってからちょうど10年でしょうかね。10年経過いたしました。ただしですね、マーケットの方は引き続き、欧州危機、そして、米国の追加緩和からということで、米景気交代懸念が今後どういうふうに推移していくのかと、マーケットの方ではまだまだですね、材料がいっぱいございます。 世界経済危機、こういったもののですね、後遺症を引きずったまま、2011年、2011年が幕開けしております。さて、今回ですけれども、2011年、ドル円再起動と題しました。1月の書店を読む。 というところで、さてですね、1月のマーケット始まったばっかりですけれども、早速ドル円相場、今後どういった動きをするのか、そこでですね、まず今1年のトレンドというところで、1月のドル円相場がどちらの方向に動いていくのかというところをですね、皆さんと考えていきたいと思います。特に株式相場をですね、 え、取り組んでいらっしゃる方には、今後のドル円相場の行方も大変気になるところだと思いますけれども、ドル円相場のトレンドの方向というのが、どちらの方向に傾いているのか、そういったところのですね、何らかの形でヒントになればというふうにして僭越ながら考えておりますので、ご拝聴のほどよろしくお願いいたします。さて、それでは早速始めてます。